Hey, what's up guys? どうも、ひでです。さて、今回はですね、FIFA 18やっていきたいと思っております。音声だけで許してね。で、今回はですね、スカットバトルでの報酬もあるので、パック開封やっていきたいと思います。でですね、今回エリート3まで行きまして、はい、こちらですね、完了と出ました、エリート3です。え、報酬はこちらですね、2万コイン以上もらいましたし、あとパック3つゲットしました。で、えー、マイパックを見るとですね、こんな感じで今揃っております。 たくさんありますはい今回ですねやるときはですね、えー、TOTY がやっておりましてこういう感じでプロモパックもたくさんありましたレアメガパックとかいいですよねでは引いていきましょうちなみにこのパック開封時にですね今は縦線しか出ませんでしたけれどもなんか十時に切れる時があってですねそういう時はものすごいレアが当たっている時です さあ次は何が出るでしょうかお願いしますおこれがいい感じの時ですねで今回の当たりはこれが青くなってたら当たりなんですけど、まあ、残念ながらこういう感じでしたでもねこの選手も結構いいですよねアーセナルでしかも総合値83なんて結構上の方ですこの数値が高ければ高いほど強い選手な感じですねまあ少ない数のやつからやっていきたいなと思っておりますということで お十字切りましたねただ残念ながらねこの選手ゴールキーパーなんですけど持ってる選手なんですよさあ今回は何が出るでしょうかあー縦線しかなかったですねということで残念ながら外れですいくらねいい選手が出ようとも外れですしかもこの選手かぶってますこれ全部レアなんです 12枚入ってて、12枚ゴールドで12枚レアっていうね、最強のやつですね。さあ、何が出てくるでしょうか色は残念ながらこのまま。ただし、アトレティコマドリードのバーンフラン来ました。結構有名な選手だと思うんですけど、どうですかね僕は知ってました。<laughs> だからね、ちょっとね、おっしゃーってガッツポーズしてましたよ。<laughs> ドキドキの瞬間で最初のここで分かっちゃうんでね。あー、残念、外れ。ね、こういうことが分かるわけですよ。でも、光ってません。キラキラ、キラキラーって。さあ、何が出るでしょうジャンボプレミアムゴールドパックラスト、1個です。さあ、まず10時。あー、残念、1つ。しかも <laughs>、縦筋だけならまだしも、その、なんか光が飛んでくるやつが1つしか出ないっていう、なんか、 微妙な感じでしたね。これ見ても総合値80以下なんで微妙ですよね。数こそ全てだと。<laughs> 契約もあるしね。ってことで、この数が多い方にしました。ジャンボプレミアムゴールドパック。さあ、何が入ってるでしょうか頼む10時。ああ、一筋しかない。残念。まあ。 最後ね、また普通のプレミアムゴールドパックをやっていっちゃおうっていうことでね、コインをギリギリまで使ってしまおうっていう作戦ですね。さあ、来いああ、残念。なかなかうまいこといきませんね。でも、見てください、コンティです。まあ、能力値そんなに高くないですけどね、AC ミランの選手が来たということで、おっしゃーってちょっとね、これはね、軽くガッツポーズしました。ということで、いかがだったでしょうか またね、パック開封、たまったらやっていきたいと思いますんで、ぜひご覧ください。今日は見てくださってありがとうございました。チャンネル登録お済みでなかったら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。See you! Bye bye!